2011年の6月9日木曜日のビデオログ第2弾です。まあ、唐突で第2弾やってみましたけど、プロクター&ギャンブルって知ってますかっていう唐突な質問です。まあ、多分何それっていう人が多いと思います。略称の P&G って言えば分かってくれる人もいますけど、それでも何という人多いですね。でもプリングルスとかブラウンとかヒゲ剃りのブラウンとかダウニー、ファブリーズ、パンテーンとかそういう風に言えばみんな知ってるんじゃないかと思います。それらを作ってる会社、それがプロクター&ギャンブル、略して P&G です。なんかすごい巨大な会社、 IBM とかゼネラルエレクトリックみたいな会社に匹敵する規模の会社なんですけど、まああまり有名じゃない、そういう不思議な会社だと思いました。日本でこれだけ展開してるのにあまり知られてないけど、ブランドはみんな知ってる不思議な会社だと思いました。さっきテレビでやってましたので、ちょっとつぶやきです。以上です。